短い時間です。はい、というわけで皆さん、この配信はメイクをしたら即終了配信で、ね、なので皆さん、私のメイクが終わらないように、終わらないように、はい、もう食い止めてくださーい。 いろんな話題待ってまーす。みんないろんな話題を語りかけていただいて、私のメイク配信を邪魔してくださーい。あきさん、お疲れ様です。5周年とうとう1週間。そうだね。こんにちは、皆さん。昨日はウルフカットでしたけど、あれですね、髪を洗うといい感じにロングヘアになります。そう、今日までだよ。あの、5周年の追加申し込みが今日までなので、まだ悩んでるよーって方、チケットまだ取ってなくて悩んでるよーって方いたら、もう今日中に決めてもろて、迷っておりますって、これは絶対に来た方がいい、絶対に来た方がいい。しゃくりしゃくり。見どころはやっぱり私ですね。あの大きなステージで、あの大きなステージで私がキラキラ輝いてる姿を見たいでしょ。亀戸席の2列目。おお、2席目か。2列、あ、2列目か。こんばんは、わん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 、こんにちはだった。見どころはなっちゃんです。こんにちは、ジャニョウィー。5周年はタンポポ衣装ありですかって、どうだったっけな。タンポポ衣装着たら嬉しい。コスメ使って物ボケして、いけモンスターボール。はい、うちの推しも望遠付きのカメラ買ったから行くかもって。え、どういうこと、どういうこと、すごい。お、ウルフとっても可愛くて100点満点でしたって。まあ、一応ウルフなんだけど、まだ髪を巻いていないのでウルフじゃないの。ジンさん、ありがとう。コスメンよ、ポケモンみたいな感じで。そう、元気。朝からじゃない、昼だ。効果抜群だね。もうすぐベースメイクが終わるぞ。
なんか物販とかにサプライズ登場みたいなのやりたいな。みんな暑い中並んでくれるわけじゃん。そう、イベントも盛りだくさんなので、来たら楽しいこと間違いなしなので、今日のじゃあ3時59分に追加申し込み終了なので、迷ってる方はぜひ。でもあの広い会場で12列目はマジ最強よ。キャパシティーやけんね。こんにちは、りょんまさん。よいしょ。けんけんさん、ハートをたくさんありがとうございます。だるまちゃんもありがとう。なんかね、席はほぼ変わんないみたいな感じっぽい感じっぽいよね。ちょっと変わってる人もいれば、ほぼ変わんないって方も、ね、ちょっとの違いみたいだね。今日は肩空きです。ガーリーな感じですね。なっちゃんがレアな髪型になると予想して、お、ヘアアレンジもなんかしやすくなったと思う、この髪型になって。トゥルトゥルトゥルトゥ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 うわ、ふと焼肉食べたってなった時に思いつきでいけるから、一人で街歩いてて焼肉食べたいなってなったらさっていけるからいいでしょ。自分のペースでできるし楽しい。なっちゃん通信に髪型の要望なんか私さ、どんな髪型しようかな悩んでるんだけど。あ、美味しかったでしょ。しかもそうなのよ、美味しいのよ、美味しいのよ、美味しいのが一番。納豆カレーも最高。好きなお肉の部位は
花見かな。花見が好きですね。なんか油油してないのが好き、赤身っぽいのが好き。私はマツダスタジアムなら非常に暑いって、ああ気をつけて、今日は絶対に暑い。宮島いいですね。確かにこんな暑い日にデイゲーム、修行やな。揚げもみじ、私はクリームしかって感じ。串に刺さってるやつがおすすめ、映えなので。なんか串に刺さってるのと袋に入ってるタイプのあるんだけど、串に刺さってるのがおすすめです。でなんかチャートリの先輩曰くチーズしか勝たんらしいので、ちょっとチーズも食べてみてほしい。チーズと私のおすすめはクリームで、チャートリの推しはチーズ。ちょっと今度行った時食べたいんだよねチーズ。こんばんは。また感想聞かせにお話し会来てくれるのを待ってるよ。こんばんは。そう、私はねクリーム、クリームしか勝たんって感じです。でもチョコも気になる。こんなこんな言うてる間にメイクがもうほぼ完了しましたね。今ただいまの時刻は何時何分でございましょうか。まんじゅうの天ぷら、あ結構食べたけど似てる、似てると思う。お疲れ様、メイク出来上がる前でーって。もうちょっとだね。もう一回メイク落とししませんかってあでももう15分も経ってる。早いなあ15分。多分気づいたら30分経ってる気がする。そんな気がしてきた。明日からご新年コンサートに出演するんですかって。どうだろう、5周年ね。そうだよ、みんなも5周年あれだよ、来れるか、違う来れるかじゃない、行こうか迷ってる方は今日の23時59分までに答えを出そう。締め切りはもうそこまでだ。めっちゃショート。イエイイエイイエイ。揚げもみじと油
揚げもみじキットって売ってるのよ。それいいのよ。それがめちゃめちゃいいですよ。パッパラパッパラパッパン。あ、425日。15分経ったテロップが出ました。もう完成なの？と、うん、ほぼ。あとはパウダーを、パウダーをはたけば完成です。完成です。ポンポンポン。今日はステージには、ステージには立たないので、がっつりメイクじゃないのですぐ終わる。パウダーからのパウダーみたいな。あ、焦げが作れそう。ほんまやん。日焼け止め使ったよ。これメイク下地がもう日焼け、日焼け止めついてる。 SPF50+。 うん、さこちゃんがいいねしてくれた今日のツイート。チコリもいいねしてくれてた。チュキ。愛おしいぜよ。そっか、今日あれか、 AKB さんの僕の太陽公園。なんかさ、ブリーチっていうさ、ブリーチっていうさ漫画にさ、なんかこんな髪型の人出てこん。肩に穴開いてるよってこういう服なの。よし、ほんじゃほんじゃ、お昼配信はこの辺で終了しましょうかね。皆さん、男女読んでくよん。13位カルカンさん、ありがとうございます。12位リチャさん、教師さん、ありがとうございます。9位山の山さん、ありがとうございます。8位エリックさん、ありがとうございます。7位シゲさん、ありがとうございます。6位エレメントさん、ありがとうございます。5位西村さん、ありがとうございます。4位ヨシさん、ありがとうございます。3位タカさん、ありがとうございます。2位ジトクさん、ありがとうございます。そして第1位ケンケンさん、ありがとうございます。では皆さん、
おいら配信もありがとうございまいひゃー。ではまた夜配信で、夜配信は七並べのランキング読み上げます。ではみんなも熱中症には気をつけてね。ではまたねー。なんていうん、たわけいちごじゃあまた夜配信も見に来てねー。